あんなことやこんなこと、ぜひ覚えていてください。それでは早速行ってみましょう。まずはこの選手からご紹介します。さあ、開幕戦でレシービング最多記録を更新、チームに欠かせないこの人です。それでは最後にトミー5の選手の名前、おなじみの浜手くりあいこ